ロンモンゴメリ・モンテウォードは、アメリカ合衆国ペンシルベニア州、ベルフォント出身のプロ野球選手。右投げ左打ち。選手としての活躍だけでなく、初の選手組合の創設などにも関わった。1878年に、プロビデンス・グレーズに入団。最初は投手を務めていた。1年目に37試合に登板し、22勝13敗。 リーグ最高の防御率1.51の成績を収める。翌1879年と1880年には70試合に、登板、両年とも600イニングス近い投球回を投げ、グレーズの主力投手として活躍する。1879年は47勝19敗で、最多勝利投手、脱三振も239でリーグ最多を記録。 1880年は一時期監督も兼任していたが39勝24敗で防御率は1点台だった。さらにこの年の6月17日には後の300勝投手であるパッドガルビンと投げ合い MLB 史上2人目となる完全試合を達成している。ウォードは ニューヨークゴサムズに移った1883年まで、主に投手、外野手として活躍し、この年と翌年の投球ルール回転を機に、内野手に転向した。通算防御率2.10は、MLB 歴代4に位に相当する。1884年は、自身2度目の選手権人監督を務め、主にショートのポジションを守っていた。1887年に、 自己最高となる打率。338を記録、また同じ年に111もの盗塁を決めて、盗塁王となる。盗塁記録が残っている1886年以降は、引退するまで9年続けて30盗塁以上を上げていた。また1892年にも、88盗塁を記録し2度目の盗塁王になっている。 当時ナショナルリーグの球団オーナーたちが行っていた選手への度重なる給料抑制に対抗すべく、ウォードは選手組合の必要性を呼びかけ、1885年に選手組合を組織する。しかしさらに給与制限策を進めようとする球団オーナー側に対し、ウォードは1889年11月30人。 ほどの代表の選手たちとニューヨークで話し合いを持ち、プレイヤーズリーグの設立と選手の参加を了承した。代表の選手たちは他の選手の勧誘を行い、最終的にはナショナルリーグの8割の選手を引き抜くことに成功する。1890年にプレイヤーズリーグは開幕したが、ナショナルリーグ側が選手たちにより高級の条件を提示して逆に選手を引き抜き、 結局リーグは1年運営されただけだった。ウォードは1894年に34歳で現役を引退して法律の専門家庭に入った。1909年にはナショナルリーグ会長に就任する予定があったそうだがアメリカンリーグ側のバン・ジョンソンやチャールズ・コミスキーらの反対がありこれは実現しなかった。その後1912年にボストン・ブレーブスの 球団経営に参画、また1914年と1915年に運営されたフェデラルリーグにも関わり、ブルックリンティップトップスのビジネスマネージャーを務めたこともあった。1925年にジョージワ州オーガスタで死去。1964年にベテランズ委員会によりアメリカ野球伝道入り選手に選出された。ありがとうございます。